こんにちは、講師の戸松信弘です。今回はですね、中国株式市場の見通しという話をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の目次はですね、香港ハンセン指数の推移、香港ハンセンテック指数の推移、中国株が上昇してきた要因、米国の長期金利推移、その他の転機となったきっかけ、中国国家製造業、非製造業 PMI、小売売上、鉱工業生産、固定資産投資、銅先物価格推移、政策金利とアナリストによる消費者物価指数推移予想、最後に参考銘柄、といった内容でお話しさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず香港ハンセン指数の推移を見ますと、2022年までですね、香港ハンセン指数がずっとこう下がってきて、2022年の10月、ぐらいがまあ底になってきて、まあ、ここまでずっと下げ続けたんですね。で、ここまでずっと下げ続けた理由は大きく分けて2つありまして、1つはゼロコロナ政策ですね。これを続けてたことによって人の流れが止まって、まあ、経済成長率が落ち込んで、2022年は、経済成長率、GDP 成長率が、3.0% まで落ち込みました。これによって、企業業績も悪化したりですね、したことがあります。で、もう一つは、習近平政権への、まあ、独裁的な政治へのですね、懸念ですね。これによって、資金が、まあ、香港、まあ、中国株から逃避したと、いったところがあります。まあ、これでずっと下げてきたんですけれども、まあ、10月末ぐらいをそこに、今度は大幅な反転ですね。2023年の1月の末ぐらいまでですね、大きく上昇しまして、まあ、この黄色い移動平均線、これ200日移動平均線なんですけど、これを赤い移動平均線、50日移動平均線が上に突き抜けるゴールデンクロス、これ中長期のまあ上昇転換の目安ですけど、まあ、これが起こるところまで、回復しているんですね。まあ、これ香港ハンセン指数ですけれども、まあ、より大きく、こう回復したのが、この香港ハンセンテック指数、IT 企業とかハイテク企業の、まあ、指数ですけども、こっちももっと大きくこう上昇しまして、200日移動平均線を50日移動平均線が上に突き抜けるゴールデンクロスも起こっているというところです。まあ、ただその後ですね、2月に入って香港ハンセン指数もずっとこう調整してきて、200日移動平均線まで、下がってきたところ、そして香港ハンセンテック指数も100日移動平均線ですね、この緑色の移動平均線まで調整して、ちょっと反発しているところと、いったところになっています。で、まあ、このようにですね、10月、去年の10月ぐらい末までずっと下がってきたのに、2023年の1月末まで大きく上昇したのには、まあ、理由がありまして、それはこの3つの要因になります。まず1つは、やっぱりこのゼロコロナ政策の終焉ですね。まあ、これによって人の流れが戻ってですね、やっぱ成長率が、こう、経済が戻ってきたと。いうところがあります。2つ目はこの IT 企業への締め付けの終了ですね。中国の、銀行保険管理監督委員会、監督管理委員会ですね、がですね、国営メディアに対して複数の IT 企業の金融業に関する調査を当局が終えたと述べたと。まあ、これがIT 企業への締め付けの、終了のサインというふうに市場には取られました。それによって IT 企業が大きく上昇したということがあります。そして3つ目は、不動産企業への締め付け終了ですね。これ中国政府が、もともとになんで不動産企業とか不動産市場が悪化したのかと言いますと、2022年の8月に、3つのレッドラインと言われるですね、まあ、不動産企業の、まあ、例えば、負債比率がですね、一定基準以下でない場合ですね、資金調達を、制限することを決めた。まあ、こういったようなその資金調達に関する制限をまあ加えてきたり、あとまあ銀行セクターに対しても、まあ、不動産セクターへの融資をまあ控えるように、進めたと
まあ、こういったことから資金繰りが苦しくなる不動産企業が続出しまして、まあ、建設途中なのに建設がストップしてしまう建物がたくさん出たり、あるいは不動産企業が、倒産したりしたわけなんですけれども、まあ、これによって不動産業界がですね、ものすごく、悪化したので、これによって中国の、経済が、大きな打撃を受けるようになってきたので、まあ、ちょっと早々締め付け終了ということで、不動産企業に関する、まあ、レバレッジ、ファイナンスのですね、拡大、借り入れの拡大を認めて、まあ、借り入れ額の上限を緩和する可能性があるというふうな、まあ、情報を流したり、まあ、そういったことでですね、不動産企業への締め付けはまあ終了したといったことで、まあ、これまで、IT 企業が大きく下がり、不動産セクターがかなり危険な状態にあったわけですけど、それが、終了したということで、大きく、まあ、去年の11月から今年の2023年の、1月末までずっと大きく上昇してきたわけなんですね。まあ、ところがですね、まあ、上がり続ける相場はないんですね。香港ハンセン指数にしても、だいたいこの50日移動平均線から上にですね、12%乖離したぐらいのラインが、まあ、だいたいどこの時点でも一旦そこでテクニカル的に調整が入ることが多いんですよ。2021年の初めの、大きな上昇の時もそうでしたけども、今回はですね、2022年の12月ぐらいにはもうそのラインまで達してたんですけど、そこからさらにぐーっと上がったもんですから、かなりテクニカル的に無理なところまで行って、まあ、大体まあ旧正月、中国の旧正月は今年は1月でしたけど、まあ、そこら辺、末あたりまでがこう大体ピークで、まあ、そこからこうちょっとテクニカル的にまあ調整がね、入る水準にあったと。いうところがあって調整したっていうところと、まあ、それと加えてですね、ちょうどその時期ですね、アメリカの長期金利が、ちょっとこう上がってきたんですね。大体まあ2023年の、2月の初め、第1金曜日の、雇用統計が発表されたあたりで、まあ、アメリカの景気の状況が非常に良くなってきたと。で、アメリカの中央銀行である FRB のメンバーからですね、非常にタカ派的な金融引き締め、もっと引き締めないとインフレが制御できないといったような、まあ、いわゆるタカ派的な発言がいろいろ出てきて、金利がどん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 こう上がってきたというところがあります。まあ、これによってですね、アメリカの株式市場が下がって、まあ、世界的にもちょっと株価が調整したというところもあって、ちょうどそのタイミングで、まあ、香港市場が、まあ、こうテクニカル的な上限に、まあ、来たところで、まあ、その世界的な株価調整の波が同時に起こったというところが影響したというところもあるし、まあ、それ以外にですね、その他の転機となったきっかけとしては IT 企業に競合懸念が出てきたと。JD.com っていうこれテンセントのですね、傘下の、EC、e コマース企業ですけど、まあ、ライバル企業との競合のために2000億円規模の補助金キャンペーンを展開するとか、いったニュースが出てきたりですね。あるいはそのヘッジファンドがですね、中国株を売却。まあ、これ、金融状況の引き締まりの問題から、アメリカのヘッジファンドが、中国株を売却するというニュースが、まあ、ちょっとこう出てきたわけなんですけど、まあ、これはこの、金利が上昇してきたことっていうのが、この金融状況の引き締まりの問題だったんですけど、まあ、アメリカの、で上場している、中国株ですね、で構成されるナスダックゴールデンドラゴン指数っていうのがあるんですけど、主に IT 企業の指数ですが、こちらがですね、まあ、昨年10月末以来ですね、上昇率が、1月までに80%を上回る上昇だったんですね、3ヶ月で。で、これに対、まあ、ここまで上がったんで、さっきの香港ハンセン指数の50日移動平均線から、まあ、12%上で大体天井っていうところもそうで、同じような話ですけれども、まあ、そろそろということで、まあ、かつ、アメリカの長期金利が上昇してきたという、まあ、世界的な株価の調整があったというところもあって、まあ、ヘッジファンドが、まあ、中国株をちょうど、まあ、売却してきたというニュースが、こう出たと。言ったところは重なって、2月に入って、まあ、調整が、まあ、続いていると、いったような形です。
まあ、ところがですね、まあ、中国の景気状況を見ると、まあ、いい状況が続いてまして、こちら中国国家製造業、非製造業の PMI です。こちら見ますと、非製造業 PMI、製造業 PMI ともに、まあ、直近3月の頭に発表された指数は大きく上昇してまして、まあ、特に製造、まあ、非製造業の方が大きく上昇しているように見えますけど、非、あの製造業の方もね、この数字にしてですね、過去10年来の高値、の水準ですということですので、まあ、非常にそのゼロコロナ政策からの脱却が、まあ、進んで、景気が戻ってきているというところがあります。小売売上高、公共生産、それから固定資産投資の方はまだちょっとそんなに大きく回復はしてないんですけども、まあ、横ばいになってて、まあ、ここから、まあ、何しろ、2022年はゼロコロナ政策などによって、GDP 成長率が3.0%まで下がったんですよね。で、これに対して、中国のですね、3月5日から、の日曜日からですね、開催された、2023年の、まあ、日本の国会にあたる全人代というのでですね、李克強首相が、2023年の GDP 成長率の目標について、プラス5.0%前後という目標を発表しました。で、まあ、このプラス5.0%前後っていうのは残念ながら、市場全体が予想していたプラス5.5%とか、もっと強いところはプラス6%ぐらいの予想が出るんじゃないか、目標が出るんじゃないかというふうな予想も出たんですけど、これから比べるとちょっと低いんですけどね。ただ、まあ、少なくとも2022年の3.0%よりは高い成長が出ますし、あと、まあ、習近平政権がですね、2022年はこのゼロコロナ政策によって予想よりも、まあ、かなり低い実績になってしまったと、GDP 成長率が。まあ、その信頼回復の意味も込めて、2023年は、まあ、確実に達成できるところを発表してきたというところもあるかもしれませんね。まあ、そういったところがあって、まあ、直近、高い GDP 成長率の目標が出たわけじゃないので、景気を刺激する金融政策とか財政刺激策が出るという見通しは、まあ、低くなってしまったんですけれども、まあ、ただ2022年よりは GDP 成長率回復しますので、これは当然企業業績に、プラスの影響を及ぼしてくると思います。これは銅の先物価格ですけれども、まあ、中国が経済がですね、拡大するときっていうのは、銅の先物価格がずっとこう上がる、てくるんですね。で、実際に、まあ、去年の10月、そこに、中国株が上がったように、まあ、銅の価格もですね、上がってて、銅っていうのは電気を通すので、まあ、電線とか家具家電、あの家具、あ、ごめんなさい、自動車とかですね、家電と、いったさまざまなところで用途がありますので、中国経済が成長するとき、銅価格が上がりやすいというふうに言われているんですけれども、これも大きく上がってきていますし、あと、その中国が、まあ、確かに目先ね、低い成長率の目標が、まあ、市場の予想よりは低い成長率の目標が2023年は出されてしまったんですけれども、消費者物価指数の推移を見るとね、まあ、ちょっとは上がってきてはいるんですけども、まあ、ごめんなさい、来年にかけてもですね、まあ、そこまでにアメリカほどは大きく上がらない見通しなんですね、これ予想ですけど。で、政策金利はむしろ今、こう下がる予想になって、下がる、ってきているんですね、日本、あ、ごめんなさい、中国はね。で、政策金利下がってきてて、で、この先もまだ、まあ、消費者物価指数がそれほど上がらないんであるとすれば、まだ緩和余地があるというところですね。まあ、急激な緩和っていうのは、先ほども言ったように高い GDP 成長率の目標が出されなかったことによって、まあ、その可能性は低いわけなんですけども、まあ、消費者物価指数が低い状態なので、まだ金融緩和の余地は残されているというところがありますし、まあ、そして何よりですね、こちらが、まあ、参考銘柄ということで、上の方が、こう、IT 企業中心の成長株ですね。下の方が、配当利回りが高い銘柄といったところで、こう、ちょっと、いくつか、出しているんですけれども、まあ、例えばアリババ、
なんかは、ごめんなさい、これコードが9988で間違ってますけど、コードが9988ですね。アリババなんかは予想 PR が非常に低い状態ですし、配当利回り高い銘柄にしても、非常に配当利回りが高くなっているというところなので、昨年の11月以降、上昇してきたにしてはですね、まだ株価水準が低い状況なので、まだまだ、この後、さっきも言ったように中国自体のですね、景気刺激策、はちょっとこう期待しにくい状況になってしまったんですけれども、ただですね、その状況の中でですね、アメリカの金利の見通しが FRB のパウエル議長などの多角的な発言によってちょっとこう上がってきている状況で、世界的な金アメリカの金利上昇をきっかけとしてですね、世界的な、株価調整が続くんだとすると、香港の株式市場のですね、調整ももうちょっと、続いてしまう可能性があるところではあるんですけども、ただ先ほども言ったように、中国経済は2022年から2023年は、回復に向かいますし、加えて言うとこの企業の、その株価のですね、水準がまだこう割安な状態にあると、いったところを考えると、その株価がもうちょっと調整してきたところっていうのはチャンスになってくる可能性があるんじゃないかなというふうに思えるところですので、中国株気になる方は検討してみていただければと思っております。以上、中国株の見通しのお話をさせていただきました。ありがとうございます。